津々見の町並み館津々見は、香港九龍東部の商工業、住宅地の地域の総称である。九龍の東部に位置し、九龍の大地区名の一つに数えられている。全域が九龍5区の一つである見、津々見区に属している。香港では、古くから工業地区として栄え、東九龍の交通、商業、行政の中心地である。 東急流政府号所はここにある。香港の旧空港である旧京都空港から近かったことから、工場街、倉庫街などが立ち並び一時栄えたが、空港が閉鎖され、移転となってからはその地位は相対的に低下し、チムシヤアッチなど急流の中心から離れていることから、長く発展しなかった。現在は、工場や倉庫として使われた建物も、 中国と香港の二重課税の撤廃が行われるなど中国本土で生産する方が有利となる社会情勢を背景にして実際の生産拠点が中国に移転となってからは内装を施して事務所として利用されているところがほとんどとなっている。また工業ビルの立ち並ぶ館包みはこれといった観光資源がなく外国からの観光客にとってほぼ無縁の場所であったが 24時間営業のショッピングセンターアプムが完成し、話題のスポットとなっている。中心地としての地位は低下し、停滞しているとはいえ、三つつみは、急流東部の中心都市であることには、変わりはない。三つつみは、急流の紅などと、同様、古き良き香港の街並みを残しているが、バスターミナル周辺には雑多な商店が立ち並び、 昼夜や休日、平日問わず多くの人々でごった返している。また、映画、天使の涙の舞台としても有名である。なお、映画の中でよく出てくる鉄道線は、MTR 間包み線である。チムシアツイ、クレナイ、急流場と並び、香港島へ渡るフェリーの急流川玄関口の一つであり、多くの2階建てバス、ミニバスのターミナル的な役割も果たしている。 かつて海底トンネルができる前には、三、ツミ不島は、香港島へ行くためのカーフェリーの出発点の一つであった。その名残として、九流や深海からフェリーに乗って、香港島へ渡る人のために、三、ツミ不島発着のバスが、今も多く運行されている。また、香港最初の地下鉄である、MTR 間、筒線が走り、早くから交通面では開けていた。 ありがとうございます。